こんばんは岡田敏夫ゼミです。えー、今日は三月六日ですね。あの三、ー、発してきました。やっとあ,あのね二月はね結構熱出してたから結局普段よりも二週間か三週間ぐらい髪伸ばしっぱなしにしてもうざくてうざくてしょうがなかったんですけどもあの吉祥寺に三郎堂っていう商店街があってですねそれの真ん中辺のまああのミスタードーナツの隣にですね本当にもう いっちゃなんですけど、もうおっさんばっかり来るような理髪店があってですね。リハ散髪屋ですね。ほんと理髪店があってで、そこであのー、もうあのツーブロックにしてくれって言うとこんな感じにしてくれるんですけども1480円でですね。えー、まあ、これぐらいの僕長さが一番好きなんですけど、ただ今日たあのー？ ななんだろうな、なんとなくオールバックっぽくしようかなと思ったらガチガチになっちゃったんでですね。いきなりなんかおっさん臭くなっちゃいましたけど <laughs> まあ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 ,、まあ、あのこんな感じで今日はすいません耳にねかけるのがすごい嫌なんで。 それでなんかこうできるだけ短くしちゃうの、まあ、髪型としては古くなってるんですけども、まあ、これぐらいがいいです。えー、今日はですねあの無料の方はですね、まあ、オタク話やってですねあ,のあとネットの分析の話とあと映画について話そうと思いますあのニュース解説みたいなものをちょっとやろうと思ったんですけどニュースはニュースなんですけどかなり古いニュースになるんですけど、まあ、話したいことを話,話そうと思います。えーあとはまあ 一番最初にもう話そうと思っているのが毎週水曜日にです、ね、セカンドチャンネルっていうのをです、ね、公開してますかあの岡田敏夫の全民の別チャンネルでセカンドチャンネルって言って、まあ、これはあのいわゆる Google がです、ね、謎の削除をした場合つまり僕のチャンネルをいきなり削除した場合の避難場所として始めたはずなんですけども。 結局毎週毎週ですね15分から長い時は30分ぐらいですね世間話を延々しているやつなんですけども、えー、次回のです、ね、公開はあの3月9日ですねあの水曜日ですねの内容です、えーまああの。今回はですねこのセカンドチャンネルに来たコメントに答えているという内容と、まあ他いろいろ話交わりも結構してるんですよね。で、で毎週水曜と言ったんですけど、これも あの今度の水曜までなんですけども、あの再来週からはですね毎週月曜に変更しようと思います。えー、毎週月曜に変更しようと思いますので、再来週3月14日からはですねあの月曜日にこのセカンドチャンネルが公開されますので、どうぞあのセカンドチャンネルの方もよろしくお願いします。割とねあのまあ別に誰も見てなくてもいいやと思ったんですけども、かなりね毎週ちゃんと話してるとだんだん見てくれないとしんどいなと思うようになったのでよろしくお願いします。えー、あとですね。 あのまあのこれ今月のステッカーなんですよねあのお便りくれた人にですね来週があのサイコパスの人生相談なのでお便りくれた人にあの送ってるステッカーなんですけどもこのステッカーってですね、まあ、大量にするんですよ100枚近くすらないとまあ受け付けてくれないんで,であのそれは毎月毎月配ってるんですけどどうしても何十枚か余るんですね。でその何十枚か余ったやつを、 えっと6か月後ぐらいです、ね、あのセットで販売しています。ですねえー、こ大体、まあ、去年の6月、7月、8月分かな6か月以上経ったものをです、ね、3種類セットで発売していますので通販部の今リンクが出てると思いますので,です、ねえー、通販部の方で,です、ね、よろしくですね。 えー、まあ、買ってみてくださいというかですねあの暇な人は買ってみてください余裕がある人はですね買ってみてくださいというです、ね、告知2つやった後ですね、まあ、じゃあ次の話ですねちょっとね今日はあの少しだけ思いついたお茶話とかをやっとこうと思ってですねあの新ウルトラマンについて少し話したいと思います。あの新ウルトラマンに関してですね。 えー、あの大体あの人間ってですね若い頃に思いついたのを年取ってから実現するっていうパターンが多いんですよね。なので「えー、あのシン・エヴァンゲリオン」の時もそうでしたしあの去年ですね「シン・新仮面ライダーこうなるんじゃないのか」って話したのも大体そうなんですけども安く君らとですねアニメ作ってた時もしくはも,もっと前の大阪でですねなんかいろいろ遊んでた時に あれは、こうすべきじゃないか、こんなふうになったら面白いんじゃないかっていうのを話してたのを思い出してでそれでこう,こ,うこうなるんじゃないのかっていう風な展開予想することがあってこれがちょくちょく当たるんです当たるというか当たり前ですよねそもそも昔こういうのをやりたいねっていう風に言ってた話だからで「シン・ウルトラマン」に関して「ウルトラマン」に関してですね昔、まあ、安藤君とか赤井君とか山賀君らと話してたのを思い出したんですけどもあのそもそもウルトラマンは変だって話をしてたんですね。 ウルトラマンってその例えば僕なんかウルトラマンっていうのをストレートに受け取ってたんですよ。ウルトラマン受ス,ストレートに受け取ったんですけど、やっぱクリエイターになる人っていうのは感性が変わっててですね。あの何が変かっていうと、あの安野くに言われたのがあれ全裸ですよって言われたんですね。<laughs> 素っ裸ですよとあのそりゃ地球人っていうのはまあ。 人間にとってアリみたいなもんでしょ。ウルトラマンからしたらあの地球人というのは人間にとってアリみたいなもんであり犬みたいなもんであり猫みたいなもんだろうから自分が裸でも恥ずかしくないだろうけどもそれなりになんか文明がありそうだしスペシウム光線という必殺武器もあるのにです、ね、なんで怪獣と取っ組み合いをするんだろうって話をしてたんですね素っ裸で来て。 でまあ、あの今回のウルトラマンのデザインはカラータイマーとか余計なものを取ってもともと成田徹のデザインに近いです、ねえー、真実と,、えー、と美と正義をです、ね、体現したようなものにする、うん、がイメージだって言うんですけどもそんなものが服を着てるはずがないとつまりそのあの状態でウルトラマンっていうのであってですね別になんかこの 色々武装とか武器とかつけてないのが真実のウルトラマンだっていうのをずっと話してたんでですね、まあ、これなんじゃないのかなとつまりウルトラマンっていうのは宇宙から来たある種の変態さんであってですねであの惑星を破壊するぐらいの力のある巨大生物と素っ裸で取っ組み合わせするのが大好きだと。 で素っぱだかで特名で蹴りがつけば一番いいんだけどもそれでもダメな時は自分の命を懸けたスペシウム光線というのをバシャッと打つとでそのスペシウム光線を打つたびにもう自分の寿命が縮まるぐらいのです、ね、エネルギーを出してるんじゃないのかというふうにです、ねまあ、もう本当に徹夜とかです、ね、あのコーヒー一杯で喫茶店で延々延々,々話してたんですけどもでじゃあやってくる宇宙人ってどうなんだと。 例えばメフィラス星人とかバルタン星人とかあいつらも全裸なのかって話したらいやそんな変態は宇宙広しといえどもウルトラマンだけだろうと多分そのメフィラスにしてもバルタンにしても下手したらケムール星人ですらあれはあれで服みたいなものを着てるかもしくは服という概念がないのかまた、あ、どっちかわかんないんだけども、「ウルトラマンだけど変態じゃないのかなってなんかそういうふうな話してたんですよね。で 予告編を僕が見てる限りウルトラマン変態論をなんかこう証明するような材料は全く出てないのでまあこれヨタバナしかかんないんですけどもただねこう気になるのが怪獣しかまだ出てないあのウルトラマンね今回ね宇宙人出さないと話がまとまらないと僕は思ってるんで宇宙人出てくるはずなんですけどまだそれが出てないのでまあ気になる。 ますよねえー、5月のです、ね、13日の金曜日公開なのでまあ、見たらすぐに5月15日のゼミで「えー、見たぞ」と「やっぱウルトラマンは変態だった」って話をするのか「いやすいませんウルトラマン変態と言ってすいませんでした」と「文明人でした」と「ちゃんと服は着てらっしゃるようでした」っていうような話をするのかどっちするのかわかんないですけどもあの5月の半ばのゼミではですね「ウルトラマン」の話をやろうと思います。で えー、じゃあ、次ですねあの。ニュースの話ですね、まあ、今日やるって言ってたニュースの話なんですけどもあの柴田というユーチューバーがいてです、ね、でその人がまあ比較的最近の動画で,です、ねえー、あの国のことは話しませんっていう、まあ、まあそう,いう話をしたんですね。あの国っていうのはも,うあのもちろんあのウクライナのことでウクライナとロシアのことなんですけども。 でまあ、それがネットニュースになってたんですよ。それ、まあ、34日前のネットニュースになったのかな。でん、えー、でかっていうともうあの自分はユーチューバーとして生きていく自覚があってユーチューバーとしてこれからもやっていくんだとそうなるとそのあの戦争がどうなるか分かんないウクライナとロシアの戦争が今どうなるのか分かんないので下手したら二年ぐらい前1年か2年ぐらい前にコロナという言葉を 例えば、タイトルに入れたりです、ね、中で何度も言っているとその発言その YouTube の動画が例えば収益停止になったり下手したらアカウント削除みたいな目にあったりというようなことがあったので,です、ね、これはもう将来にわたってどうなるかわからないと。 今は全然大丈夫な気がするんだけどでも半年1年後ぐらいにいきなりウクライナと書いてたりそれがタイトルになってるともうアカウント停止になるかもわかんないとでこんなリスクは自分は犯せないので、まあ、そういうふうな話をしませんっていうふうな言ってるんですねまあ、今コメントで「ボルデモード現象か」っていうふうに書いてるので、まあ、その通りですよね。ボルデモードっていうのをまあみんなで、あの 不吉なな言言葉とといいうふうに言わないようふににわよするのと同じで、例えば、まあ、第二次大戦の末期太平洋戦争の末期に日本で敗戦とか負けるかもというふうに言うとなんかこう近所から偉い目に遭ったりです、ね、特攻警察に引っ張られたりするんでそういう言葉自体が言えなくなったりするのと、まあ、大体似たようなもんですね今戦時中ですからですね。えーなのまああのー、ということでこれも僕はあのホワイト革命ですねホワイト社会が進行している証拠だというふうに思ってるんですけども。 あのこの柴田の発言で柴田ってプロレスラーで割と怖いもの知らずで何でも言うぜっていうふうに言ってたから当然柴田のファンの人たちってみんな「ロシアお前は救えねえ」とかいうふうに言うと思ってたんですけどもそういうネタは一切やりませんって言ったんですね。だからあの今すべてのユーチューバーは Google の, Go のです、ね、削除アルゴリズムと呼ばれるですねまあまあ何ていう名前が本当についてかるかわかんないんですけどいわゆる削除アルゴリズムと言われるですね プログラムですね。つまり YouTuber の発言に何があるのかタイトルに何があるのかトップのサムネに何があるのかで自動的に削除されたりですねアカウントを停止されたり収益停止されたりするそういうものの変更がいつあるのか次は何があるのかっていうのがまあ、怯えて生きてるわけですね。だまあ、一昨年は、コロナっていうのがダメになったし。去年は 男性の乳首が一斉にダメになったんですよね。だから男性の乳首がダメになったので、江頭五時あ二時五十分さんもなんかここにガムテ貼ったり、あと中山筋肉もですねいきなり乳首見せないようにして、ボディービルダー系の人たちは去年から今年に関してすごい大変だったみたいですね。で、女の人もですね胸の谷間がどうもダメになったみたいで、それまでそのなんか寄せてあげてみたいな感じで胸の谷間を強調したり、あ見えちゃったみたいな。 ことこで,です、ね、お色系 YouTube 動画をどん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 公開してた人たちも何か一斉になんか肌着みたいなピタッとしたものが来たりですねなかなか皆さん苦労されてるみたいなんですねあのもう Google 様の削除アルゴリズムが次は何をダメにするのかというのが全く読めないと。で 僕です、ねあの、ちょっと気になったニュースがあったのでそれ、今年1月のです、ね、ニュースなんです1月21日のニュースでかなり古いニュースなんですけども、まあ、ちょっとあのこの流れ柴田のこの流れで聞いてほしいんですけども、えー、今年のですの、ね、1月21日のニュースにです、ね、江頭2時50分さんのです、ねえー、ニュースが流れましたあの、まあ、ネットニュースが流れたんですけどもグーグルからです、ね、謎のプレゼントが来た。 いいやいや、まだ縦とかそういうのじゃないはずだしと思って開けてみたらですねなんかあの変なアート作品意味の分かんないアート作品が入っててまあさすが江頭さんだからグーグルから来たプレゼントとは言いながらもですねなんだこれわけ分かんないよとかというふうにいろいろ語ってたんですけども YouTube のですねグーグル内の YouTube チームと呼ばれる人たちはこういう謎のプレゼントっていうのを時々 ユーチューバー優秀なユーチューバーに送るらしいんですね。ヒカキンさんもなんか過去何度かもらってるらしいんですよセーターもらってたりいろんなものもらったりプレゼントするんでで、すねで。江頭50分さんがそれで言うにはですね、「いや、なんでこんなの送られてくるのか分かんないとそういえばちょうど1年ぐらい前も謎のプレゼントがあったとその時はそのセーターだったらしいんですけど江頭さんのところに、ね、セーターを送られたと。 なんで去年の1月、そして今年の1月にそんなわけのわかんないプレゼントをくれるんだとで、まあ、これがちょっと評判になったんですね。で、僕はあのこういうのがあると仕組みを考えるのが好きなんですよ。仕組みというかなんでそうなのかなっていうのを考えるのが好きで。 こうその謎を推理してみたんですね。まあ、で結論から言うと僕が推理したのはあとその、Google のジャパンに勤めている知り合いに確認して話してみたところまであるのでちょっとこの話、そこまであるちょっと長い目の話なんですけども実はです、ね、江頭さんです、ね、三ヶ月ぐらい前1月の3ヶ月前だから多分去年の10月か11月ぐらいだと思うんですけども、あの収益化停止処分になっているんですねサブチャンネルの方が。 メインチャンネルではなくて僕と同じようになんか非常事態のやっぱりし画も考えるんですね。あんなことやってると <laughs> あのサブチャンネル作っとかないといつか本チャンネルがあの赤本されるかもわかんないぞとか収益停止されるかもわかんないぞと思ってサブチャンネル作ってたんですけどそのサブチャンネルがあの、えー、3か月前に収益停止になったとで今は復活してるんですというふうに一月は言って今は復活してるけどもうしばらくないで生きた心地がしなかったと。 で江頭さんはその時に YouTube、you Google とこんなわけのわかんないプレゼントを送るぐらいだったら俺のサブチャンネルを停止すんなよとかあのアカウント停止すんなよとか収益化停止すんなよというふうに訴えてたんですねで僕はこれこそがプレゼントの原因ではないかというふうに考えたんですね、えー、つまりですね Google Japan の社内に江頭さんの隠れファンがいるとその人は個人的にすごいファンで江頭さんを 守りたいんだけどもも,もちろん Google ジャパンの社員ですから本社に対する影響力みたいなものはないですねでその人個人の判断でですね江頭さんにプレゼントしたんじゃないかっていうふうに考えましたこれからその理由をあの説明しますけどもあのアルゴリズムのです、ね、ルールを見破ったからじゃないかっていうふうに僕は思っています。アルルルゴリズムのルールのー一部ですね。 あの収益停止とかアカウント削除というのは最初に言ったように、ね、GoogleUSA アメリカ本社で決められた謎のアルゴリズムで,です、ね、自動的に行われているんですね。でえー、それはたぶん、ね、YouTube 本社内の数人または十数人ぐらいのチームでアルゴリズムを考えて組んでいるわけなんですけどもです、ね。江頭さんの動画というのはもともとアルゴリズム的に言えばいつ削除されてもおかしくないいつ収益停止をされてもおかしくない。 多分ギリギリだったんですよ。ギギリギリで、まあ、今のところセーフだったんですけどもなのでその Google ジャパン内の今回プレゼントを送った謎の隠れファンですね X 氏はです、ね、いつも多分さんのことを心配してたと思うんです、ね、でしかしですねこのアルゴリズムの変更はできないし何よりこのアルゴリズムの細かい何が駄目で何が OK かっていうのは Google ジャパンの社員ですらわからない。 というか、本社の社員でもわからない。そのチームしかわかんないような仕組みになってるんですよ。なので、江頭さんのアカウントを守るために何ができるのかって言うとですね。この守ること自体は google 社員であってもできないんですけども、そこでその x さんが見つけたのがですね。アルゴリズムの抜け穴なんですね。あの、アルゴリズムの処理ルール内にですね。google にとって、この人は有益な人だ。貴重な人だっていうパラメーターがあれば。 ですね、例えば乳首が見えていたらそれで,です、ね、収益化停止になるはずなんですけどもしかしその処理をする時にです、ね、このアカウントは Google から過去1年以内に評価されているのかっていうサブルーチンがあるんじゃないかと。でこ,のこれがイエスなんだったらあのいきなり削除ではなく警告という軽いものになるかそういうあの軽い処理ルーチンになるかまたは 収益停止処分にするかどうかは一年後にもう一回判断しようっていうようなサブルーチンに切り替わるんじゃないのかというふうに僕は思いました。だからですね、そのカクファン X さんはですね、一年ごとに江頭さんに謎のプレゼントを送るんですね。何でもいいんですよ。プレゼントの内容は何でもいいんですよ。プレゼントすることだけが大事だと。なんでかっていうと、このプレゼントはここはもうはっきり。 Google、YouTube チームは発表しているんですけども、Google、YouTube にとって貢献した人、あなたのチャンネルは素晴らしいと評価した人に送るプレゼントだということなんです。ということは、自動的にその絵頭さんのところには、2021年1月に評価したというパラメータがつくわけですね。で今回、また今年も送ったので、2022年1月に評価したというパラメータがつくんですよ。でこれの面白いことは何かというと、 プレゼントを送ると評価したというパラメータがつくんですけどもこれをですねそのプレゼントを送ること自体は実は YouTube の中では Google の中では合法行為なんです、ね、誰に送るのかおそらく数人のチームに任されているからだからそれに関しては別にチェック入らないとこんなことしちゃダメだという人もいないしそれを罰するルールもない。 ただ単にその削除プログラムですね。さっき言ったこいつのアカウントを停止する削除する収益を停止するというような,あのなんだろうサブルーチの中にそのパラメータを1個入れるだけで江頭さんのです、ね、本チャンネルを1年延命することができるそういうふうにです、ね、この,なんだろうあのアルゴリズムを見抜いたんじゃないかなというふうに僕は思ったんですよ。で だから隠れファン x さんはですね。1年ごとに謎のプレゼントを江頭さんに送るわけですね。目的はプレゼントではなくて、収益停止。アルゴリズムから江頭アカウントを1年間守るためです。だから1年ごとなんですよ。でないと去年の1月、今年の1月とほとんど同じ時期に送るはずがないんですよね。で、あのこれまあ裏技なんですけども、この僕の推理が正しいかどうかっていうのは？ 来年の1月にもし江頭さんにまた謎のプレゼントがあれば多分そうだと僕は思います出ないとおかしいんだもんそのほかに毎年毎年同じ時期にプレゼントもらってる人って僕ちょっと調べたんですけど YouTube はですねいないんですよねでこれをですねさて答え合わせとしてですね知り合いのですねあの Google ジャパンの社員にですね確認してみました。 でかなり長い僕の説明になったんですけどもとりあえずその人が答えたのは「すごいと」と全く否定でできませんんというふうに言ったんですね。これどういう意味かっていうとまず「すごい」っていうのはいかにもグーグルらしいというかありそうな話ではあり次に「否定できない」っていうのはですねグーグル内部の人間として聞いても説得力がありすぎると。で おまけにこれが違うよって否定できるのはその X さんという当事者かもしくは GoogleUSA 本社の,です、ね、あのアカウント削除アルゴリズムを作ってる数名のチームしかいないとでそれ以外に分かんないからですねあの違うというふうに言えないと岡田さんの推理を違うというふうに言える人は地球上に存在しないとでんでかというと違うと言っちゃったらアルゴリズムの 秘密を自分たちで晒すことになってしまうからであ,りあとその Google ジャパンの社員が江頭さんの守るためにそんなことをしたのかとかですねしてないのか誰がそれを送ってんのかっていうのをさらすことになるので Google としては岡田さんの推理に何一つ反論することができないおまけにすごくありそうな話だっていうふうに言ってもらったんですね。で、まあ、あ,あ面白いい都市伝説を俺は一個作れたなという,ふうに あくまで都市伝説なんですけどもなかなか面白いあのなんだろうな理屈遊びみたいなもんなんですけどねあの柴田さんの,ですそのあの国発言というかです、ね、今そういう言葉狩りのうん国というか世界になっちゃってる世の中に関してはちょっともうちょっと真面目に考察してるんですけどもです、ね、そっちの方はプレミアムの方であのや,ややこしそうな話なので語ろうと思います。 というです、ね、ニュースからちょっと、えー、いろいろ考えて語ってみたという話でした。えー、じゃあですね無料の最後はですね最近見た映画の話ちょっとまとめてしようと思いましてですねあの以前ですね「あ,のあちこち大通り」とか「ゴッドタンの」の、えー、プロデューサーとかディレクターやってる佐久間さんという方がですね YouTube チャンネルのブロック TV でですね東野浩二さんをゲストに呼んでなんかあの 去年見たエンタメです、ねあの、映画ドラマ漫画ものみたいなものを採点するっていうのをやってたんですよ。でその時にですね東野さんが自分で説明していたですねその採点アルゴリズムっていうのがすごく面白くてとりあえずあのまあ大体の 映画画とととかかかアニメとか漫画とかがあの90点前後なんですよで90点前後で面白いやつは95点ぐらいにいってまあ93点ぐらいってかなり面白くて80点台だったらどうかなっていう80点台もそれも83とかないんですよ85とか6とかばっかりなんですけどつまりもう90点付近でやってるんですね、まあ、だから m 1の点数の付け方と同じようなものですよ。で、あのー、東野さんはですね知り合いがやってたら、 まあ90点だというふうに言ってたんでですね89点以下はもう褒めてないってことなんですけどもなので僕もですね今回あのちょっとあの最近見た映画についてですね採点のルールを決めてみましてとりあえずああ時間もお金も惜しくなかったなこれはなかなかじゃないのと思ったらまあそれを70点にしようと7点ぐらいにしようとで80点以上はいや岡田敏夫のおすすめですよと。 他まあまピンとこない人がいるかわ分かりませんけど岡田司夫としてはおすすめできるっていうのが80点以上でで90点以上はあの感動できるから是非見てくださいという強いおすすめは90点以上っていうふうに考えてちょっと採点してみました。でまあ、あの別にフリップも作ってないので口で言いのので、でで。口言ます あの後で,です、ね、切り抜きやる人はです、ね、あの分かりやすいようなまとめ一覧表みたいにしてください、えー、まず「ハウス・オブ・ゴッド」です、ね、あのリドリー・スコットの中でも「黒いリドリー・スコット」ですねあの誰も幸せにならない映画を作るのが大好きな「黒いリドリー・スコット」でも面白いと「レディー・ガガがです、ね」がかっこよかった映画ですけどこれ85点つまりあの僕はあのおすすめできます。でサンダーバーバド55 これね、すごい来てたんですけども期待してたんですけども、えー、65点です。つまりもうあの時間と金が惜しいというやつですねもともと「サンダーバード55」って大昔に「サンダーバード」をテレビ放送した時にイギリスで,です、ね、売っていたレコードがあったんですね。でそれは「サンダーバード」のドラマ版としてです、ね、レコードに吹き込まれたやつでオリジナルの声優さんが吹き込んでるんですよ。でそれに合わせて絵を新しく、まあ、部分的に作ったと。 ほとんどが過去にあったサンダーバードの,その映像なんですけどもそれと同じような作りで人形とかミニチュアを再現して新しくサンダーバードを作りましただからまず元のお話があんま面白くないんですよ子どもたちがレコードで聞いてわかるようなストーリーなのでそんな面白くないいわゆるウルトラマンとかですねそのなんだろうな昔その怪獣映画とか怪獣テレビ番組があったんですけどテレビ番組があったんですけどもそれに対してですねいろんなところがです、ね、朝日ソノラマとかがですねそのシート付きの 絵本というのを出してたんですね。でそのそシートを聞くとあの怪獣が出てくるドラマがあるんですけどやっぱりそれもあんま面白くないんですよそれと同じようにあんま面白くないストーリーだったのでキャンペーンすごかったからね期待したんですけどね「サンダーバード55」本当にキャンペーンすごかったって期待したんですけど中身空振りだったので65点です。えー、で「スパイダーマンノーベイホーム」ですね、まあ、これあのまあだいぶ前にも話したんですけどもう95点ですよ。 いや、もう本当に絶対みんな見てくださいですよ。あ、あの、もうネタバレしても大丈夫な時期なので言いますけども、アンドリューガーフィールド、つまりアメイジングスパイダーマンの俳優さんが出た時には、もう映画館で拍手を起きたんですよ。もう初日に見に行ってよかったってことですね。映画館、うわーって拍手ですから。で、トムホランドは相変わらず可愛いし、つまりあの最新のスパイダーマンですね。で、飛び幕外や最初のスパイダーマンはですね。 ちょっと老けててちょっと小太りになっててこれもいい味出してたんですよね。でやっぱり思ったのがね「新エヴァンゲリオン」もこれにすればよかったと僕は「新エヴァンゲリオン」の公開の1年以上前に予想してた内容が のこのマルチバースものだったんですけどもつまりテレビ版と旧劇場版と新エヴァンゲリオンのシンジがですね揃い踏みでですね三者で話し合うような話にすればよかったなといまだに僕は思ってるんですよそしたらクライマックスは初号機 3, 3機ですねつまりテレビ版旧劇場版新劇場版の初号機3機と,、えー、と0号機3機3人の飛鳥 で3人の,あのレイというです、ね、初号機2号機それぞれ3機ずつ三3人のンチということで合計9人のです、ね、エヴァンゲリオンがですね揃い踏みで戦うというです、ね、大変豪華なです、ね、あのもうこれでお,おしまいにふさわしいのが取れるんではないかと思ってたんですけどまあ、あの今の新映版に実は僕は全然不満がないんですけどもマルチバース音にしてもよかったんじゃないのかなと思います、えー。クライマッチョ。 でクリント・イーストウッドが、まあ、まあ最近撮ってるもういつもの,あの本当の男らしいとは何だろうかって「じいさんお前それ20年ぐらいずっと同じことやってるんだ」っていう映画の、まあ、最新作ですね「クライマッチョン」で原作が1975年に出版された映画。 なんですけどもその頃からですねクリントイーストとこれ撮りたい撮りたいって言ったんですけど映画会社がそんんなな地味な話はダメだ!」ととううずっと言っ言てたんですねで。それでも撮りたくてどうしようもなかったんですけどもついにクリントイーストとです、ね、映画会社の OK が出る方を見つけてそれは何かっていうと自分が出演するだったんですよ。でクリーン 映画って自分が出演してないのもまあかなりあるんですよ。でそういう映画って割と地味で予算がつきにくかったりするんですけどもさすがね往年の大スター自分が出演すると大体予算 OK 出るんですよね。でまあ,あの映画化希望したんでですね自分が主演することを条件に企画を通したそうです。まああのただ もう本当同じことの繰り返しになっていて最初のうち面白かったんですけども黒澤明の「マーダだよ」と同じようなちょっと変な映画になっちゃった。それでも80点だから十分僕は面白かったです。えー「ゴーストバスターズ・アフターライフ」ですねこれ85点。 ままあまあ、割といいですあの。面白いんですけどもちょっと僕の中で「不完全燃焼ですよ」っていうのはかつてのメンバーに頼りすぎっていうかですねあの「ビバリーヒルズ・コップ2」っていう映画があってです、ね、僕はあんま好きじゃないんですビバリーヒルズ・コップ1って面白いんですけどそのビバリーヒルズ・コップの中に出てきた俳優さんたちが一と同じような世界観というかキャラでもうやるのではい皆さんおなじみの感が出てくるんですよ。で僕は最最近近ののルパン三世に関して、最近のというか、 もう延々ルパン三世に関して評価が低いのはいつまで峰内子やってんだいつまでなんか暫かつけんやってんだといつまで次元大介出してんだとルパン三世本当に面白く作りたいと思うんだったらルパン以外全部取っ替えろよもうフィアット500も出すなと次元も石川五円門も藤子も出すなとそれで作るルパン三世こそが本当に面白いもんだろうともう本当三床分じゃねえかよというふうにずっと思ってたんですけども。 アフ「ゴーストバスターズアフターライフ」もやっぱそれがちょっとあるんですね「かつてのメンバーに頼りすぎ」っていうですね。でラストにですねあの旧メンバーの死んだおじいちゃん出てくるんですけども。 死んんんんんだだおじいちゃん出てきてきよかったんでっなでですけど、変なんですよゴーストバスターズですよ幽霊を退治する映画でおじいちゃんが出てきてよかったんでもそれはねえだろとおじいちゃんも退治しろよとそんなおじいちゃんはよかったね他のゴーストは退治だっていうことになったらゴーストにいい悪いが出てきて悪いゴーストを退治しましょうという全然違う話になっちゃうじゃないですかなんだこれはとまあ,あのいかにも続編がありそうな雰囲気になってますね。 で85点にしたのはですねまあ半分ダメ映画なんですよ。絵はすっげえかっこいいんですけども内容的には僕はちょっとダメ映画かなと思ってるんですけど好好きは好きはなんでですす。よ。だから85点ですでそれより点が低い80点「フレンチ・ディスパッチザ・リバティ・カンザス・イブニング・サ別冊」。これあのおしゃれ映画として、すごい。もう今 おしゃれ映画好きにですね僕は過剰に持ち上げられてるというふうに思っているんですけどもあのウェス・アンダーソン監督のですねあの、まあ、ニューヨーカーというですね1950年代から70年代までかなまでですね ニューヨークの雑誌「ニューヨーカー」という雑誌のです、ね、愛が溢れた映画なんですけどもです、ねまあ、ウェス・アンダーソン監督で面白いのってはっきり言って絶対面白いのってグランドブダペストホテルだけなんですよね。でその他の他映画は全部、 まあおしらおしゃれでいいよねっていうです、ね、ちょっとちょっとエクスキューズがつくような話ばっかりでなんかライフアクアティックだって絶対僕が好きな感じの映画なのにやっぱりなんか途中でつまんなくなって見れないっていう感じになっちゃったんですけどあんま多分合わないんでしょうねであの今回のですねフレンチディスパッチも見る前めちゃくちゃ期待してたんですよで実際に見てみたら絵は映像は素晴らしいんですけども中身が不足気味でですねなんかあの 宮崎駿のいないジブリみたいというか <laughs> 何を言っても悪口になってしまって、ね、<laughs> スタジオまるまるみたいの, <laughs> あのジブリっぽいアニメみたいというふうになってきたんですけど <laughs>、まあ、そこまで言わなくてもなぁとど、まあ、まあ思いましたすみませんまあまあ。であとあの次アマゾンプライムでですね配信してるです、ね「僕を育ててくれたテンダーバー」ですねこれアマゾンプライムで見れます。えー、90点です。 いやあのすす。ごいい面白いですちょっとだけ見るつもりがです、ね、最後まで見てしまったんですね「あのクライマッチョ」と実は似たような流れなんですよ「本当の男とは何だ」ものなんですけどもクリント・イーストウッドの「クライマッチョ」の「本当の男とは何だ」っていうのがややじいさんの説教に近いんですけどもこっちはですねなんかあの。 本当の男とは何だって言った「帝都」という映画の中で「本当の男」っていうのは休みの日はなんかあのー。 マリファナやりながらフラッシュコードを見るもんだとかですね。<laughs> なんかそういうくだんない定義が出てくるんですよ。そその定義に近いんですね。あの幼い甥っ子が出てきて、幼い甥っ子が主人公なんですけど、それに対しておじさんがベン・アフレックがですね、ダメおじさんやってるんです。そのベンおじさんがあの子供部屋おじさんなんですね。つまりもう35歳て40近いのに、いまだに親の実家の中のですね、昔から住んでる子供部屋にいまだに住んでるんですけども、それが 甥、ね、っ子にですね「本当の男とは何か」というのを永遠説教するからこの「本当の男とは何か」っていう話自体もものすごいなんかギャグになってるんですよその本当の男の定義がよくて「いいか」と「まずなんかあのジンを飲め」と「スコッチは負け犬が飲むもんだ」って言うんですねで「スコッチはここに置けと」とカウンターの左に「スコッチ」を置けそしてカウンターの右に「タバコを置け」と。男のルール1あの ジンは左に置、OK、け、タバコは右に置、OK、け。とこれでお前は周りから見て本当の男と分かる男のルール1と2がもう分かったなさあこれで今日からお前は本当の男だって言ってですねクリーント・イン・スウッドに比べてなんて分かりやすい本当の男まあ、こういう本当の男ルールがね確かに4つか5つぐらい出てくるんですけど全部くだらないんですよ。なかなかかいいです。 で僕と育ててくれた「テンダーバーが90点で良かったんで,です、ね、あじゃあなんか限定配信してるやついいなと思ってあの今アカデミー賞の候補にもなってるです、ね、ネットフリックスで配信してる「パワーオブザドッグ見たんですねこれも面白かったです90点あの僕ほ育ててくれた「テンダーバーはあらいい映画見たわ90点なんですけども「パワーオブザドッグはですね何見せられたんだろうの90点なんですよ ベネディクト・カンバーバッチが演じるです、ねまあ、主人公カウボーイなんですけどカウボーイなんですけどもう1920年代なんです。よ。 1920年というのは何かっていうともう大恐慌も終わってるわけですよ第一次大戦もですね終わってる時代にまだアメリカでカウボーイやってるやや時代遅れの男たちなんですねそれをカウボーイ集団のリーダーがベンリックとカンパーバッチなんでで、すよ。でまあ、とにかく映がめちゃくちゃ綺麗で多分モンタナ州だったかなあの辺でロケしてた映像だと思うんですけども山映ってたりですね 草原写ってるだけで、めちゃくちゃゃく綺麗。これは死ぬほど撮影に金かかってるなという映画なんですけども派手なストーリー展開ないんですけどどん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 続ゾ々クゾクしてくるミステリーのです、ね、展開になってくるんであのこれあのネットフリックス契約してる人はです、ね、無料で見れるんで「パワー・オブ・ザ・ドッグ」おすすめですね。あアカデミー賞ね取るかどうかわかんないですけど今年本当アカデミー賞混戦気味だからでも、まあ、まあまあ90点だからおすすめします。 でそれを超えるですね。今のところ僕があの今年一番の映画じゃないかなと思ってるのがです、ねまあ、意外なタイトルだと思うんですけどこうだ愛の歌!」ですね。俺自分が人生でね「愛の歌」なんていうサブタイトルがついてる映画を推薦することになると思わなかったんですそれも愛「なな愛の歌」「ひらがな」なんすよ「コーダ愛の歌」「コーダ」タイトルの「コーダ CODA」CO っていうのは「チルドレン・オブ・ドリーフ・アダルト」。 でですね。耳の聞こえない両親に育てられた子供っていう意味だそうです。アメリカのね。田舎町の多分、あのメイン集あたりのですね。漁港で暮らす女子高生の話なんですけども。もうその女子高生が家族と一緒にですね。冒頭漁船に乗って漁をしているシーンからですね。絵に圧倒されるんですよ。あまりにもすごいリアリティとあまりにも絵の面白さにですね。圧倒されるんですよ。で、徐々に徐々にその女子高生の環境が明らかになってですね。あの。 彼女以外家族全員耳が聞こえなくて口が聞けないんですよね。でその彼女がですねその自分が行っている高校で歌を歌いたいという夢を持つんですねコーラス部に入ってしかしその彼女の家族というのはさっき言った全員歌というのを人生で聞いたことがない全員先天的に先天的に耳聞こえない口聞けないだから歌というものの存在が理解できないんですよね。だからその 彼女は家族の,その同意というか賛成もしてもらわないし、まあ、表立った反対もまあ実はないぐらいなんですけどもでもその家業の漁師ですね漁をやってるのがですねだんだん経済的に追い詰められてですねでお父さんもお母さんもお兄ちゃんも漁出てる全員口聞けない耳聞こえないだからその漁師たちの組合活動っていうのもなんかうまく参加できないとどちらかというとそんな立場に追いやられたりしててです、ね、経済的に追い詰められていると。 でその女子高生の主人公はです、ね、自分の歌いたい気持ちとか家族への愛情とか家族への憎しみとかです、ね、あと恋愛感情ですね。そういうのに割と引き裂かれそうになるんですけどもそういうのを見ながらです、ね、クライマックスの怒涛の2分間もう理由の分かんない感動すごいですよ。映画館中みんな泣いてるんですよ。もう、僕も本当にこれはやばいわと思ったぐらい本当に怒涛の2分間です。で タイトルは、まあ、さっき言ったように嫌な感じなんですけどもとりあえず今すぐです、ね、あのこの1週間以内で,です、ね、チケット取れる人はさっさと取ってあの見に行ってください。本当にねなかなかねすごい映画ってね見れないですよで。さっき話したパワーオブザドッグのような。 絵の凄さがあるしストーリーの凄さがあるしキャラクターへの共感があるし最後何十も見せられたんだすげえ感動だよっていうのもあるっていうそういう映画ですでありながら平凡な普通な感動でもないそれをセリフで言ったりも誰もしないんですなかなかすごかった、えー、ウエストサイドストーリースピルバーグのですね映画ですね75点残念です えー、スピルバーグっていうのは映画の天才なんですけども決定的にね才能のない分野があってあの人採用に欠けてる部分があるんですよ。で1つ目はコメディ映画撮れないんですよねあの。コミカルな演出できるんですよ。例えばあのインディアナ・ジョーンズシリーズだったら中に出てくるです、ね、コミカルなシーンっていくらでもあってそれが面白いっていうのはいくらでもあるんですよ。基本的にスピルバーグの映画ってクスッと笑えるシーンがいっぱいあって楽しいんですけどもコメディを主軸にした映画を撮ると失敗しちゃうんですよね。で だから、1941とかそうなんですけど最初から笑わせる目的の映画っていうのは駄目でまあそれっきり1941以外スピルバーグはコメディー映画撮らなくなったんですけども今回分かってたのは、スピルルバーーグはミュージカルもダメなんですよ。残念なことにミュージカルがダメなのでスピルバーグの全才能を集めてすごいだろういい映画を作って「ウエスト・サイドストーリー」って配役もよければ。 なな、んだろうなセットもよくてカメラもよくて撮り方もよくて全ていいんですけども何一つ悪い部分がないんですけども映画見てる間ずっとでいつ面白くなるんだろうっていうふうに見ててですねそれが最後終わってエンディングレジットが出てきてあれいつ面白くなったかわかんないまま終わっちゃったと。だかかからあの、素材とと味付けとかは最高なのに、沸騰 沸騰してないどころか60度か65度の温度で作った鍋料理みたいに全材料、味が染みてないといいなとうか、なんかいん硬ですよね。で、60度で2時間ぐらいやったから大丈夫だろうと思ったらやっぱあんま美味しくありませんでしたって <laughs> 回ぐらい沸騰させてくれたつまり面白いっていうのが何回かあれば絶対これ面白い映画になったのに 面白いっていうのが一回もなくて面白そう面白そうで最後まで行っちゃったんですね。えー、ドリームプラン。素人の親父がですねその娘まあまあ,あの子供いっぱいいるんですけどその中の娘がですねあの才能を信じてテニス教育をするというだけの映画なんですけどもこれ,はこれもあのアカデミー賞候補になってて、まあ、僕があんまり好きな ジャンルの映画じゃない。とりあえずなんかこう感動もの家族ものスポーツものっていうわ、ね、割と苦手な流れだったんですけども圧倒的に面白いですね「ドリームプラン90点」です圧倒的に面白いと何よりこれが実話っていうのがすごいんですよ。で、ラストのクレジットでその映画の中に出てくると同じシーンが家族の記録ビデオとして次々出てくるんですけどもそれでひっくり返りますよ。ここれれはすごいな、な本当の話なの話かと。 ただもうね砲台がドリームプランっていうんですけどもあの実際はですね「キング・リチャード」っていうタイトルなんですね現代がキング・リチャードつまりイギリスの王様のリチャード王って同じなんですけどもあのそのリチャードっていう主人公ですねウィル・スミスがやっているその親父テニスの全く素人なんですけど娘を天才プレイヤーに育て上げたんですよ。 でも、本当に自分のことしか考えない自分が考えた計画通り考えたらうまくいくんだっていう本当に自己中なな野郎なんですね。その自己中でいまだに生きてるんですけどいまだになんかですねあのテレビとか出るたびに娘に関してはこうだ教育はこうだとかテニスはこうだっていう自分勝手な理論を言いまくってみんななんかドン引きしてるんでもうあいつはもうあの,あのリチャードって野郎はキングだよキングリチャードだよっていうふうに割とこの何かからかうあだ名みたいになってるんですけど。 なんかね、そっちの方がちょっとタイトルとしてはちょっとかっこよかったなと思うんですけども。えー、ということで、もう40分以上話しちゃったんですけども、も、えー、ここまでで無料が終わりです、えー、ガンダムゼミ、この後有料でやるんですけども、そのガンダムゼミのですね。配信は3月16日の水曜日からですね、えー、一応、毎週水曜日に公開する予定です。お疲れ様でした。今日の無料はここまでです。ということでですね。無料はここまでと、えー、限定の方はですね。ガンダムの第33話。 ココンスコンス吸収でですすね。ね、これ、ね、いい話ですよ。やっぱりこの回の、ね、ガンダムあたりから一気に加速します。本当にねこんなにねあの21分か22分小味尺のテレビアニメの中にそれも安彦さんが病気で倒れて作画ももう崩壊しつつあるのにこんないろんなものを突っ込んでドラマ作れるのかというふうに僕ちょっと見,ましたあ見てびっくりしましたね。 「コンスコン教習」っていうのはまあ戦闘物みたいなタイトルなんですけども「サイドシックス」というです、ね、中立サイドに逃げ込んだホワイトベースはでアムロ主人公アムロはそこでですね生き別れになっていたお父さんのテムレイと再会する話なんですけどもこの再会のシーンとかが富野義行の個人フィルムつまり富野義行という人間が自分の過去の辛かった経験しんどかった経験っていうのをロボットアニメの中に れけ足して入れて入いるるのがわ、ね、かるっていうです、ね、すごい回でもあります。あとあの今これ限定で話すんですけど次プレミアムで,です、ね、話そうと思ってるのがちょっとあの核兵器について話そうと思ってます笑いながら言うことじゃないんですけど核兵器について話そうと思っているのとあとデジタル中世という現代についてさっきの柴田のニュースからですね僕が考える もうこれからの展開とかを少し話そうと思います。えー、次回はサイコパスの人生相談ですね。あの相談がある人話を聞いてほしい人はですね、お便り投稿フォームですね。えっ、ー、とまあ今もうすぐテルあのテルプ出ると思いますけど、採用されたお便りにはこのステッカーを差し上げますのでですね、ぜ、え、ひ、ー、ともですねバン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 お便りくださいですね。で、えー、次回はそのサイコパスの人生相談ですけどその次自治会は一応ですねあのまあ病気で 一回ですねやめてしまったオタク道入門ですね。僕の好きなものを語ってオタクの道を極める方法っていうのをちょっと語っていきたいですね。またはまあ,あの働かないありに意義があるっていうですね。これはあの広永もちょっと勧めた本が割と面白いんでですね。まオタク道入門か働かないありに意義があるのかのどっちかをやりたいと思います。えー、お疲れ様でした。それでは原点に切り替えてください。では無料の方また来週バイバイ。 はい、切り替わりました。よいしょ、さてさて。